不満を言っていいんであれば <laughs> 目標を各自で定めて記入しないといけないんですけどちょっと項目多すぎ何か一つこうのは思いますねやっぱり建設業の,そのイメージがよくないかっこいいって思ってもらいたいあのなんでこんなにマニュアル少ないんですかっていう話があって。各個人の 能力に依存してるる部分があるのかなと思ってます。最初はそれは、ね、全社員に向けてやるつもりはなかったんですけどあんまりマニュアル化マニュアル化って難しいよねあんまりマニュアル化してしまうと金太郎大雨みたいにね何でもできるっていうところが大事なのかないう超高層もできるし、まあ、病院学校も、まあ、住宅も作れるしと。 建築学科に希望してるなおかつ設計に行きたいっていう人間は結構多分減ってると思うん、ね、そうですね建築学科がないんだよそうなんですよ大谷 <laughs> さんなんで受けていただいたんですかユーチューブにですね戸田建設の名前をこう出したいと知名度を上げていただきたいというところもありましてはい、はい シンジさんもあれですか？戸田建設知ってますか？<laughs> あ、もちろんです。名前を<う>名前を。<laughs> 本当ですか <laughs>？CM 流してたんですよね。そうなんですよ。やっぱ認知度を上げていくって非常に重要な部分で、まあブランディングといいま言われてますけど、今回やってみてですね、評判がいいなというう。めちゃくちゃハードル上げてから見ますね。より良くなるかなっていうのは自分自身の考えではあります。 今の CM って土木ってわかんないですよね。戸田建設が土木もやってるっていう今 CM じゃないなっていう風な感じてますね。ああねね確かにあれイメージピンとこない。やっぱり CM とか見て<う>あこの会社ってどうなんだろうってやっぱ今も検索とかもみんなやってくんで。まあ社員の方はピンとこないって言ってましたよ。<laughs> <laughs> あのそうですね。土木って日の目が当たるそうな世界の人の。 不満がオブラートに包んで聞こえてやっぱさっきのさっきの話から言うとまあ3段目は間違いなく土木だと思いますの <laughs>、まあ、そじゃないで納得いかないですよ現場の人はオブラートに包んでましたけど <laughs>、まあまあ、社員の純粋な気持ちから言わせていただくとすごくこう柔軟な会社になったんだよっていうことをまあアピールする戦略でもあるのかなと思っていて <laughs> 一条さんはねそうやって LINE に載ってるからそういうこと言うかもしれないけど <laughs> どういうふうに社員がね本音を持ってるかそういうその部位もあるみたいですからね ちょっとと見てみたいと思い思ますよあいつも仕事私たち仕事するの,あの入札コンペだとかですねそういうので戦う相手って、まあ、大手さんになりますそういうところと比べるとやっぱり社員数だとかあのまあ社員数ですね社員数も少ないにもかかわらずそういった会社さんと一緒に並んで戦いができるというところでの規模感が、まあ、ちょうどいいぐらいの人数で。 そうですねあの割と早い段階からあの一通り一つの建物があの最初に企画として立ち上がったところから、まあ、最終的に建物が立ってお客様にこう引き渡すその最後までの一連の流れをあの早い段階からその流れ全てをあの経験することができて任せてもらえるっていうところはあります。このの組織の で仕事をしている中では、まあ、歯車の一つっていうよりはすごいあの中心の,あのメンバーとしてこうやらせていただける機会っていうのはすごく多いのでそういういいい意味でではやりががすすごく感じる機会が多いですちょっとお二人の話とは少し違う話になるかもしれないんですけどうちの会社に中途で入ってこられた方がなんでこんなにマニュアル少ないんですかっていう話があって。各個人の,あの 能力に依存しててるる部分が結構あるのかなと思っている上司を見ててもそうだったんですけどやっぱり上司がそれぞれ持っているこうスキル、仕事の仕方っていうのはあるんですけどそれがじゃあ会社としてこれが本流のやり方ですっていうのがあるかっていうとそんなことはなくてもう少しこう多分下の人にこう技術を伝えていくときに会社としてはこういう方針がまずあるんだよっていうのが本当はあればいいのかなっていうのが今仕事を 学んでいる立場からすると、なんかちょっと思うなというところが。やっぱりその人がいなくなると、誰に聞けばいいんだっていうところがまた始まってしまうので。やっぱりしかるべきところに情報は積み上げていくべきかなというふうに思いますね。規、ま、模、あ、も規模というところで、やっぱり専門部署が多分大手さんに比べて少ない部分はあると思うんですよ。だから、あの新しい技術に対して、あ、まあ一生懸命うちの会社も取り組んでいってっていうのはあると思うんだけれども、やっぱりどうしても。 ちょっと後発になってしまっているという部分。やっぱり人数の話もあると、あとパワー、マンパワーの話もあると思うんですけど。まあ、もう少しそういうのを最先端を拾っていけると。本当はいいかなっていうふうには思ってます。うん、新しいことやりたいですよね。何か一つ。こう。最先端欲しいっていうのは。思いますね。大谷、うん、さんいかがですか。あ、うん、の。 まあ、超規模的にですね、その、あの、ゼネコンってですね、大手5社っていうのが、スーパーゼネコンっていうのがあって、で、我々純大手っていうところで、まあ、戸田建設はその中でも、まあ、トップクラスのところなんですけど、ものすごい差があるんですよ。あ我々、まあ、売上高で、その会社規模ということを言うと、まあ、うちは5400億ぐらいですけど、あの、 スーパーゼネコンって1兆5000億とか2兆円とかそれぐらいやってる3倍ぐらい,ぐらいでそこにはそれぐらいの差があって、はい、でそれに対して戸田建設は、まあ、いつもさっき超高層の実績があるという話をしましたけど純、うんうん、大手でその超高層のオフィスビルをやってるのは、まあ、ほぼうちぐらいなんですよ。 いつもこうスーパーゼネコンに、えーまあ、挑戦してるっ,て言ったらちょっとあの、まあ、そうではない感じかもしれないですけどそこと戦ってるというところもあってですね、まあ、何でもできなきゃいけないというところがあの逆にこの戸田建設のじゃ強みって何なんだというところが明確にならない、まあ、それが建築工事なのかな建築事業なのかなと思うんですけど。 土木事業はどちらかというともうトンネルシールド、まあ、これにおいては本当大手よりもむしろやってるとかスーパーゼネコンよりはやってるとかそういうことにま特化して取り組んでるというところがあって、まあ、そこは若干分かりやすいのかなというふうには思うんですけど建築でさっき言った速攻なんだけどただ私としてはね何でも取り組んでるっていうところが。 何でもできるというところが大事なのかなというか超高層もできるし、まあ、病院、学校も、まあ、住宅も作れるしというところは大事なのかなというふうには思ってるんですけど、まあ、そこが若干なかなか難しいところではあるのかなとううまあ今の話聞いて,てです、ねえー、思いました今の大谷さんの話も踏まえてし打ちゃんどうでしたマニュアルがないってどれぐらい少ないんですか ね、あのあんまりマニュアルかマニュアルかって難しいよね多分せっ、まあ、今 VTR 出てたのが設計の若手 <laughs> <て>ですね2020年の,の,のなんですけど、うん、あ確かにマニュアルってあの会社によっては結構マニュアルがすごく強くあるところっていうのがあるんですね。うん、例えば <laughs> でそれってなぜできるかというと何かに特化してるんですね。ある会社さんまあゼネコンと言われる会社さんでマンションにすごい特化してる会社さんとか、はい、えっとあるんですね。そういうところは多分ガチガチに結構マニュアルが特化してる。えー、要はもうこの場合はこれ、この場合はこれ。だからそれを組み合わせればこれできるよっていうようなかなりこう機械化されてるところも多分きっとあるんだと思うんですね。で我々のまあ今設計としてはあんまりそういうえっと繰り返しのような物件というのがそんなに 多くないといとうか<ー>そういうのに何かに一つ特化してというやり方はしていないので、うん、なので、えっと、少しマニュアルが少ないのかなとは思うんですね。うん、ただ俗人化っていうのは確かによくない話ですね。うん、その人がいなくなっちゃったらもう次がなくなるっていう話はあれなんでだからまあそれも年齢層がまあな何人かの組織の中でちゃんと だから伝承されてる、まあ、マニュアルではなくてもその仕事を一緒にやってることによってあの何かがあの受け継がれてると一人単独でこういろんな、まあ、お客さんを抱えてますとかっていうのはよ、まあ、くないというふうにはしてますけれどもあんまりマニュアル化してしまうと金太郎大雨みたいにね本当面白くないこと何もなんか新たなも,ものが発生しないというか。 生まれない。ただ、それだけを継続していくということであれば、それでいいのかもしれないけど。あと、このまあ、社員さんの言ってたのを元にこう就活生とか中東で入る人の目線になってみると、うん、いいとこと悪いところ見えてきたと思うんですよね。そのいいとことしては確かにテレ東もそうですか？あの、ちっちゃいから何でもできる？アナウンサーとかもニュースもやればスポーツもやればバラエティもやるみたいな人多かった。何でもできるのはいいんだろうなと思ったんですけど、やっぱり。 大変そうだななみたいな <laughs> <laughs> さっき言ったようにコンペ 2, 2対10とかありそうじゃないですか <laughs> そこら辺大変そうだなっていうのは実際のところどうなのかっていうの一つ気になりましたしあとやっぱりその準大手の中で構想も含め建築の分野ですねいろいろやってるっていうのは分かりましたとそれは準大手と比較した時は楽しそうですけど、まあ、人材獲得っていう意味でこうスーパーゼネコンと比較するといやでもそれはそこでもあえてこう戸田建設さん準大手のトップにいるところに入る意味 って何あのそういう目線で入ってくる人もいると思うんですね。うん、3倍の組織の中に入ってたらそれこそ組織の歯車でしかいられないのが早いうちから、まあ、ある程度大きい、まあ、いろんなことができるし、まあ、その自分の存在意義というかそこも見,見出しやすいというか、うん、あの戸田建設に入っていただければいろんなことを。 体験できるということ。体験できる職種が多い。多いですし、あの歯車には決してならないと。チャンスが多いです規模感的には。結構こうやりたいですって言ったら、えっとじゃあやらせてみようっていう風土はえっと本当にあると思いますし、そういう面ではすごくこうえっとやりがいを拾ってくれる会社だとは本当に最近思いますね。今あの一応さんがやりがいって言葉でたから、その働きがいについての。 インタビューもね次あるみたいな、うんで、はい、そちらも見ていますか。はい。それでは v。ちょっと働きがい感じ気味の人が出てる気がするけどな。うん。やっぱもモ,モチベーションがないと働きっていうかあの今後まあ少なくとも何十年かはまだ働きでいるモチベーションは今あるんですけど。 そういうのをどこで見出すかなっていうところを、まあ、改めて考えるきっかけにはなったのかなと思います。もう私も今の部署でやってることが今までにないことばっかり。常にやることが新しいことなので。あの、結構。大変というか。えっ、ー、と、どうやって進めようとか。あの、緊張、緊張というか、不安というか。えっ、ー、と、思う時はありますけど。やっぱり、あの、今尾形くんがおっしゃったように。 あのなんだろう達成感を感じるとあやってよかったなって思えるから、まあ、それで自分のやりがいに変えてって常にモチベーションを高くしていくのが大切だなと思うしまあ一部の社員はそう思うことができるかもしれないけどそう思えない思えないというかやっぱ大変な方とかも多いと思うんでそれをいかに社員全体でモチベーションを高めることができるのかなっていうのが課題というか重要だなと思います。 不満を言っていいんであればあの <laughs> ちょっとうまく調整してもらってあの年度の初めに目標をあの各自であの定めて上司と話し合って今年はこういう目標できますっていうのをあの決めてそれを記入しないといけないんですけどちょっと項目多すぎて大変かなって <laughs> ちょっと量多いかなって <laughs> 思いました。 前までは、なんかチ,チームとしてこういうのやっていこうみたいなのがある程度あらす、あの、ざっくりとした目標は上で、あのここ、今年度はこういうところを目標にしますっていうのが掲げられるんで、それに対して自分たちのチームはこういうことをやって、自分はこういうことをやっていきますっていうような目標を組む、えー、流れだったんですけど、まあ、それに加えて、 何、えー、でっしょ個人的なコンピテンシーだったりでそこが気にするところが増えると中間で振り返る量も多くなってそれに対して1対1で目標に対して1対1で上,上司のも評価してあげないといけないって聞いていて僕のチームなんかは1対1上司と1対1ぐらいの関係なんで、まあ、あのやれてるんですけどもう少し大きい部署だと思った。 大変ななのかなって思いましたおたいさんどうでした、はい、今、はい、あのその人事効果のシステム自体がその、うん、煩雑煩雑というかあのっていうのはいろんな方から意見あの私の耳にも入ってきております。でまあそれはあの8つのコンピテンシーっていうのを作ったんですけどコンピテンシーっていうのは戸田建設の社員である上で こういう能力を持っていてほしいというのを8つのコンピテンシーにしたんですけど、最初はそれはですね、全社員に向けてやるつもりはなかったんですけど、経営層になるような人材にはこういうものを持っていてほしいということで作ったんですけど、それをさらに人事の方で全社員に展開していっているんですけど、 その中で、どれか卓越したものを持ってるだとか、これが足らないだとか、そういったことの指標になればいいかなと思ったんですね。ちなみに、やつって何なんですかは。あの期姿勢姿勢姿勢あの、至るに誠。あ、姿勢えっと、自己発動力。俯瞰力。リーダーシップ。すごいね。大丈夫です。いや、今ちょうど、あの、 人事評価の査定してる時なんで、あれ、うん、なんですけど創造性みたいな。そうですね。やっぱね、社長、やつはね、<laughs> 多すぎますわ。<laughs> ただでもあれですね、そのうちの何かがあればいいっていう意味であえて、多く列挙したってことですね。うん、<laughs> 人事制度は、まあ、ちょうど8月に変わって、そういうふうに変わったんですけど、うん、さっきのやりがいの話で言うと、まあ、そういったところで評価したり、まあ、評価されたりとか、やりがい持って結果を出していったら、その成果主義っていうふうな形に変わってきたので、うん、まあやりがいプラス、 役職もどんどん上がっていくよっていうような、本当にあの人事の方も頑張って、よくここまで形にしたなっていうところではあるんですけど、試行錯誤でね、そういうね現場の人がこう出世してくるのは、なんか比較的いい会社だと思いますよね、なんかそ,うそれだとやりがいがあるなと思いますけれども、とはいえあの人口が日本全体がね減って、就活生そのものが減ってますし、労働量とい減ってますから、人手不足が深刻な中、察するに、やっぱ、 ゼ,ゼネコンっては昔はやっぱりその重厚ち大みたいな時代でしたけど、ちょっと今、IT とかも出てきたから、人手不足なんじゃないかと思うんですけど、そこら辺は実感としては人手不足感ってどうですか、も,うものすごいありますね、少なくなってます、か少なくなってます、しかも高齢化してってるというところもあって、ですね一般の産業よりも、まあ、統計的に言っても、一般の産業よりもさらにその高齢化、あるいはあの、えー、人手不足感っていうのは、もっと強くなってる。 状況それは、まあ、ゼネコンの社員もそうですけど我々はものを作ってるって言ってもそのサプライチェーン協力会社があってこそできてるんですよ。うん、そこで働く職人さんたちとかがいて、うん、なってるんですけどそこがいなくなったら我々ゼネコンの技術系の社員,社員がいたって何,何の役にも立たないんですよ。まずはここののサプライチェーンの人たちには 大工さんになる、キ山さんになる、トビさんになってくれるという人たちがちゃんと増えてこないと、もうゼネコン成り立たないですから、うん、そこの魅力化が、まず我々の、われわれのゼネコンの使命でもあると。そこの人たちが働きやすくすくる環境とかもうそうですね、うん、とにかく、まあ、作業場所に行ったらですね、できるだけ長時間、まあ、働けるようにするということで、うん、今、 AGV って言ってですね、自動搬送システムっていうのが、まああって、はい、夜の間に、まあ長時間労働も避けなきゃいけないんで、夜の間に荷物を作業場所まで運んでおくと。はい、特に超高層の建物ってこう上、上下の荷物の移動っていうのが生命線になるんですけど、はい、それを夜間、ロボットがやっといてくれると。で、朝、 そこの自分の作業所に、作業場所に行ったら、そ,それに使う材料がもう整ってるとか。変革のタイミングってことですかそうですね、うんあ。それが本当にあの人手不足だとか、そういったことに迫られてということもありますし、うん、2024年問題っていうのがあってですね、今年の4月から、うんえー、残業時間上限規制っていうのが、はい、要は建設業でで、ね、の上限規制っていうのが始まるんですけど、 まあそこもあるとますますあの現場での労働時間というのは短くしなきゃいけないと、うん、ですからあの生産性を上げないとえまあ今までと同じ量の仕事をこなせなくなってしまうことです、ね、まあそういう、まあ、そ変革の時は入ってて面白いからね、はい、今までのゼネコンに求められる人材とまた違う人とかよりこう IT 的な頭脳を持った人も入ってくるのかなと思いますけどでその就活生に向けて何かこうアピールしてること っていうのはあるんですか、うんうん。とにかくですね、さっき言った中あの重厚長大っていうのがだんだんかまああまり魅力として見られなくなってきてるのが、はい、あのやだなとそこを魅力をですねぜひ発信していきたいなと思ってるんですよ。うん、その建設機械のダイナミックさだとか作業員と一緒になってものをこう作っていく技術者っていうのは。 魅力だと思うんですけど、そこをいろいろ発信していきたいなということで、まあ、さっきちょっとお話をしましたけど、戸田ビルっていうのは今年の11月にグランドオープンします。で、そこが、さっきの戸田ビルの中の8階から12階部分を戸田建設が使うんですけど、その8階の3分の1くらい、300坪ぐらいを使って、戸田ミュージアムっていうのを作るんですよ。はい、で、そこは、 映像主体にこういろんなことをあの一般の本当に子どもの人たちも入ってきてもらってで建設のダイナミックさとかすごいなとその魅力をいろんなこう映像で発信していこうかなということで本当にあの大きい360度サラウンドの,まあがあのものだとか、まあ、あと大きい画面の。 あの液晶のモニターがちょっとこう没入感を得られるような形であってですねでそこにさっき言ったそのトンネルの切り葉を、まあ、実物大的に映し出してでそこでボーンとこういってるのをなんか体感できるとかあるいは、まあ、タークレーンのオペレーターの気分になった映像でその工事中の現場をこうあの共感できるだとか。 まだ一社の採用活動というのも,もう建設業全体の底上げですからね。まあ、うん、その中で戸田建設をさらにてられ戸田建設なぜかっていうところをアピールできればることですね。<laughs> いや面白いです。まあその中の一環としてユニホームを、えー、やったらしいんですけど、これに対して社員の本音があるんですか。すか見てますかじゃ。正直昔は電車乗るのがちょっとこう打<ー>って思ってたんですけど、今はこれだったら別に普通に。 あ,のあまり気にせずだったらちゃんと席が空いてれば座れるなといや昔は座らなかったんですよ作業着の時はあのそのページの時はちょっと周りの目が気になっちゃって今これは別に座れるんで、うん、そうです,ね、えー、しかったですよねねかっこいいですなかなかそ2年前ってこんなスマートな作業着着てるそのと、うん、同じ業界の人って会社ってなかったので,、ね、たのでそういう意味では最先端行ってますよね 行ったんじゃなないかな、うん、これは私も現場、まあ、処置をやらせていただいているのであの現場に大学生とか、まあ、来た時にやっぱり建設業の,そのイメージが良くないところって長靴を履いていたりとかヘルメットをつけていたりもちろん全部その現場を歩く上で必要な装備ではあるんですけどかっこいいって思ってもらいたいなと思います。こうバシッと、うん、なんか 安全帯がかっこいいみたいなっていう印象を持ってもらえるような、ねうんうん、そうですねのは必要かもね慎太さんどうでしょうこれ見ててそうですねでもユニフォームを変えるとか、うん、そのできることをちゃんとしてってるのはすごく好感度高いと思いますし、うん、確かに若い人からのイメージみたいなのが今どの程度あるっていうのは確かに気になる部分ではあるかもしれないですねこれでも あれですよユニホまあいいし爽やかだからまあそういうのも大事ですよ大事でやっぱ根本ねさっき大谷さん言ってたもん重厚長大どうやってかっこいいと思わせるとこかもしれないなそうねやっぱりなんだろうな別にその業界かっこいいと思えばなんか別に作業着もかっこいいと思うと思いますけどなんか俺作業着わかんないこれ独特の中の人の悩みなのかな俺外から見てると別に作業着かっこいいなってしかそんなダサいですか 全然違いますかど。ベージュがベースだったんですよ。<え>まあ、その前はグレーだったんですけど。ね、要はベージュがなぜかって言ったら、いろんな汚れが目立たないっていう。<laughs> うんうん、どうですか。リクルートのことでいうと、最近こう自分母校とか行ったりとかすると。えっと、もう、まあ、私は建築学科卒なんですけど、大学も。建築学科に希望して。 なおかつ設計に行きたいっていう人間はちょっとほ本当のその数字っていうのは分かんないですけど結構多分減ってると思うんですよ。ないんで要は建設業自体があんまり魅力的に今見られてないっていうのはもうやっぱ昨今のこう流れっていうのは絶対にあるので、うん、えっとそれはもう建設業全体で要は純大手だろうとスーパーゼネコだと関係なく建設業、うん、ものを作ることの 楽しさっていうのをやっぱりもっともっと業界として発信していかなきゃいけないしまあそれは一応言ったにはできないのでその間じゃあうちは何してんのっていうとなるべくこうその中でも優秀な方をさらっていかないといけないんですよねこうざっと。で入っていただいてうちで活躍していただかなきゃいけないと思うのでそのためのやっぱりこのアピールの一つとして例えば CM もそうだしこういうユニフォームもやっぱりあの本当にこう他のスーパーゼネコンとか見てても。 えっとやっぱりこうこう業界だとあの制服見るとあの作業着であの会社だなとか分かるんですよね、その中でもピカイチに結構本当にかっこいいので、で多分普段これをずっと常に着て、事務所から現場に行ってとかあの事務所、現場の中に事務所がある作業所と、都心だとやっぱりこう現場とあの作業所がちょっと別のところにいるので、その間ずっとこう歩いて移動するので、その時とかにやっぱりこうバシッと決まってると、それ自体でかっこいいので。うん やっぱそのやっぱりそういうアピールの一つとして、すごく重要なのかなとは思いますね。なるほど。まあ、いろいろ今日社員さんのインタビューね、はい、見つつ。社長、まあ、ちょっと、やっぱ直接的に、俺が翻訳しながら、ちょっと社長に当ててみましたけど。まあ、いろいろ話聞いてきました。はい、まず全体の、聞いて、大谷さんどうでした社員さん、まあ。そう、かなりありましたけど、ね、すよね。あの、うん、まあ、ただ、想定してたのと、そんなに違いはなくですね。ただ。やっぱり、いろんな。 あの人たちの意見っていうのを、まあ、これからもぜひあの常に聞いていきたいなというふうに思いましたでまあそれはさっき言ったようにあのいろんな視点訪問だとかですね、えー、してるんですけどそこで本当に本音の話がちょっと聞けてたのかなっていう反省点もあるんで、まあ、今回いろいろインタビューしていただいたのもあってあのもっと若い人たちの本当生の意見を いいいいろろ聞てきたいなといいううふうに思いましたあれね、本当はモザイクでさやったらもっと面白い件出てきたな<ー> <laughs> ちょっと次から俺そうやろうと思ったわっててし、うん、<laughs> しみさんどうしたや聞いてみてそうですねやっぱイメージがガラッと変わりましたねやっぱりちょっととっつきづらいといいますか、うん、固いお仕事のイメージだったのでそれが結構あ意外と風通しが良かったりとか、うん、そのやりがいを重視してくれるところなんだなっていうのはやっぱ、うん 思いましたした私が就活生だったらあのちゃんと見てみようって思いますしギャップが入ってから少ないんじゃないかなって思いました本当に働きがい改革をされてると思うのでなのでねぜひまた戸田建設さんいろんな方に知っていただきたいなと思います。回し者なの じゃあ最後にですねあのせっかく写真に来ていただいたんで、はい、これ就活で見てるかもしれないですから就活生にバシッと社長から<活>ちょっと戸田建設を働く魅力を、はい、あの言っていただきたいんですが、はい、ポイントが1点ありまして、はい、多分、やっぱ僕今日全体の話聞いてて別に戸田建設悪いかじゃないし面白いんでしょうけどここが打ち出せるとっていうのは。 なんでスーパーゼネコンじゃなくて戸田建設なのかってところ土木じゃなくて建築に関してはそう思ったんですよね。そこ僕もまだちょっと食い足りなかったんでそこバキッと決めてあのアピール就活生にしていただければと思います戸田建設ですね、まあ、5000人、まあ、6500人の社員がいるということでだ見た目こう大きい というふうに感じるかもしれないですけど、まあさっき言ったようにスーパーゼネコンから比べれば3分の1くらいのまあき規模感なんですね。ですから、本当にあのやりたいと思ったら何でもできます。あの、これをやりたいという話を主張して、ぜひいただくことを。まあ,あの自律的なあの社員として評価しますのでまあそういったことで、何でもあのやりたいということがま言える会社だと。 はいうふうに、あの、思っていただければ、それが、あの、他の会社よりも、強い会社だというふうに思いますんで、まあ、その中で、ぜひ自分の、やりたいことを見出していただいて、それを実現する、こと。まあ、それが、せっかくこの人生の中でですね、あの、企業に入って、まあ、私も四十数年間ですけど、 その全体の,あの寿命の中で本当に3分の1以上が、3分の2、半分ぐらいですかね。企業の中でいるわけですから、その中で自己,自己実現していく。その中には、おいては本当にやりがいのある、ちょうどいい,いい会社じゃないかなというふうに思いますので、ぜひ、どしどしと入っていただければというふうに思います。 以上ですありがとうございます,いますでは、えー、社長 VS 平社員、はい、第1回は <laughs> 1> 戸田健説さんでした <laughs> ありがとうございました